皆さんおはよう。最初にちょっと申し訳ないんですけど、ひもじょりさんに対しての動画、前回でラストって言ったんだけど、コメントをいただいて、全く知らない人から3人ぐらいコメントいただいたんですよね。で、そのコメントを読んで、ちょっと自分の心に火がついてしまったから、今回で最後にしようと思います。男らしくない、女々しい、男に二言はないって言うんだけど、僕は女々しい男なんで、今回でちょっと最後にして、すいません。どうしてもね、自分の中で言いたいことが発生しちゃったんだよね。そのコメントの人のせいにするわけじゃないけど。で、まず最初に、キヨタンの触れていきます。キヨタンは嘘つきで良い人を演じている自分勝手な人です。でも根っからの悪い人ではないので、視聴者が離れず、現状では YouTuber として勝ち組です。こういうコメントもらっちゃうとさ、嬉しいっていうかさ、俺が一生懸命さ、キヨタンとか、キヨンひとりさんとか、タタフリとかをさ、一生懸命見て、一生懸命考えて、一生懸命発信してるから、こういう一生懸命な人がコメントくれるんだよね。ちゃんとまとまってるし、理論的なコメントくれるんだよね。それに対してやっぱ、答えていきたいって気持ちがちょっと上回っちゃうんだよね。本当に、この人の言ってる通りだと思うんだよね。根っからの悪い人じゃない。僕もそう思います。逆に言うとね、根っからの悪い人ってあんまりいないと思うんだけどね。極悪人みたいな。リアルの職場では長続きしなくても、 SNS ではうまく立ち回ろうとしてます。そもそも無職の日常動画を上げようなんて偏屈でないと無理。もうこれがさ、ストレートな正論すぎてさ、もう俺参りましたって感じじゃない。だから、タタフリとか、ひょんひょりさんとか、やっちゃんねるとか、キヨタンとか、当てはまることだよね。で、本人もつまらない、そのうち飽きられる自覚がありながらアップし続ける態度が好きになれません。それでも視聴者が目立って離れず、現状をしぶとくキープしていることに驚きです。要領が良いのか、騙されてるのか、私はこれは違う、おかしいと思うので離れます。正直者がバカを見る、まかり通ってたまるか。ね、この人の理論的なんだけど、感情をぶっ放してね、くだりにね、正直者がバカを見る、まかり通ってたまるかって言ってるんですよ。で、長文失礼しました、ちょっと取り乱しました的な。これからも考察お願いします。本当嬉しいよ、こういうコメントくれるのは。この人全く知らない人なんだけど、でもこの人も一周回って京太のこと好きなんだよね。こんなことをさ、コメントするぐらいだから、関心があるから好きなんだよね。だからあなたも、離れたくても離れられない、京太の偏屈とか要領の中に騙されているんだよ って思うけどね。ここでもう、このコメント自体がもう京太にとっては養分だからねって僕は思うんですよね。で、これからも考察お願いしますなんて、全く知らない人からこんなさ、理論的な文章で、長々とした文章で言われてしまえばさ、考察し続ける義務とか使命感が芽生えてきちゃうんだよね。で、基本一人さんに対してこういうコメントを全く知らない人からいただきました。残念ながら私も同じように思います。私はいつも動画内で一人さんのお母様の表情が、非常に気になっています。何か息子さんに言いたげな感じがあり、てん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 、この貴重なお時間をもっとご家族のために使っていただきたいと思ってます。仕事しないのであれば、ひとりさんがね。だからみんなさ、もやってるんだよね。みんなもやっている中でコメント欄をオフにしてるから、そのもやっとした気持ちをひとりさんにね、ぶつけられないで、もやっとしたままでみんな過ごしてるんだよね。で、そのもやもやが積み重なって、すごいでかくなって、それが再生数、人気になって、お金になってるんだよね。って考えるとね、複雑な、気持ちだよね。こっちからす。言ってしまえばさ、関係ない他人だし、別にその人がね、どんな儲け方してもいいじゃんって思ってしまえた方が楽なのかもしれないんだけど、そう割り切れない何かが俺らにはあるんだよね。これも全く知らない人からの初コメなんですけど、私は基本ひとりさんが嫌いです。働きもしないでいい身分だなって思います。障害者は見せ物じゃないですって、くだりにあるんだけど、それに対して僕は、そういう団体や教会が動くしかないかもしれないですよねって返して、俺らにはどうすることもできない、ただもやるだけしかないんだよね。で、俺、本気で考えたんだけどさ、要は基本ひとりさんのさ、弟さんのさ、障害者とかさ、すごいじゃん。自閉症とかタイトルとかサムネにもうバン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 入れまくってさ、見せ物にしてるようには見えるよね。本人が
違うと言えばもう違うで通っちゃうんだよね。だから日常ですって言い切っちゃえばクリーンな日常スタイルで私は何も悪いこととかそういうなんか悪意はないですよって言ってしまえばそれで尊重されるんだよね。だから世間様がそれを認めるかは別として、だから本当にそれに関して真剣に考えたんですけど、あの学生時代の、あのいじめの無視ってあるじゃないですか。それとやってることがちょっと近いのかな、似てんのかなって思うんですよね。なぜならば、あの無視のいじめっていうのは、あの要はさ、無視したいじめ側に先生がさとか、まあ被害者側のいじめられっ子の親とかが、あの無視してるいじめをしてますよねって問い詰めたところでさ、いやいやいや、あの別に仲良くないから話さないだけでそういういじめとかしてるつもりはないんですよって言えばそれが通るじゃん。とひとりさんが弟さんをそのああやって見せ物に障害者で歌いまくって、しかもね発作のシーンとか結構えぐいショッキングなシーンとかもね映して動画にしてるんだけど、あくまでもこれは日常です、なんか自然な日常で健全なものですよっていうのと、その無視本当はしてるんだけど、いじめてる側がね意識を持ってしてるんだけど、でもそんなことないですよって言えばそうだよねとしか言えないじゃないですか。その線引きってできないから、それとなんか同じようななんか気持ち悪さを僕は感じるんですよねってことになんか気づきました。もっとあの極端なこと言うと、あの最終的にはあのひとりさん の, あの成功を見て、あのもう本当に極端なんですね、あの身内の障害者自慢みたいな感じで、うちにはもっとひどい障害者とかなんか珍しいなんか障害者の身内がいるから、同じことをしてあの稼ごうって思う人が出て、障害者自慢大会みたいになって、倫理観とかがもう置き去りになって、でも当然ね障害者が抱えてる家計っていうのはあのすごい苦労してるから、まあこんぐらいしてもいいんじゃないのか、これ YouTube で撮ってあのお金をもらってなんか割が合うっつうか釣り合うじゃないかって考えて、そういうふうになんかみんながね家の家族の身内の障害者を、うちはこんなすごいんだぜあんなすごいんだぜってみんなわーってなったらやばいよね。でそれをみんな日曜動画ですって言い切っちゃえば日曜動画だしって、だそこは本当になんかちょっと考えすぎかもしれないんですけど、あの僕は危惧してますね。でまた違う人って初コメの人でこういうコメントいただきました。いろいろ言いたいことを今まで発言していただいてありがとうございます。ひとりさんの一番いけないところは家族いじめ、嘘を言うところだと思います。グルテンフリー、車中泊などおっしゃる通りもう言っても治んないし、主張が上がったのも自分の力だと思ってるし、もう無理ですね、真剣に考えてくださって本当にありがとうございましたって言われたんですけど、なんか、このねお三方とも本当に知らない人でこんななんか心こもったコメントをいただいてしまうと、こっちもなんかそれに答えなきゃっていう気持ちになって、まあ僕もねその言ってることとやってることが一致してないんだけど、まあ動画ちょっと作っちゃいました。ちょっとそこはなんかご了承お願いします。ありがとうございました。